皆さんこんにちは司法試験2022年度ガイダンス大学から放送を目指す学習スケジュール始めさせていただきます担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹ですよろしくお願いいたします <laughs> これはですね主に大学生対象に放送を目指す予備試験やロースクールルートいろいろあるんですけどその勉強するためにじゃあ具体的にどういうスケジュール立てていったらいいのか そういいったたことをお話しさせていただきますで中心に使っていくのはこの2023春生ガイダンスレジュメこれは私のいろんなガイダンスのレジュメをまとめたものなので今日扱わないものもあるんですけど、まあ、YouTube とかでも動画あるので,です、ね、ぜひ見てくださいあとですねこのペラの大学生スケジューリング参考資料これを使っていきますで初めにですね この春生ガイダンスレジュメ、ペらっと1ページめくってください。で、分かっている方は退屈かもしれないんですけど、えー、知らないこともあるんで、一応見ていきましょう。司法試験のすべて、で第一制度概要です。一司法試験制度の概要で、かっこ司法試験とは。これ、放送、当然、弁護士、裁判官、検察官になるための試験です。で、司法試験に合格して、司法収集へ行き、これ、1年間の研修です。で、2回試験に合格すればなれる。 もう試験だらけなんですけどえとにかく、ね、放送の世界って試験ばっかなんですよ司法試験受けてさらに合格して遊べると思ったらいや遊べるんですよそれなりにも楽しいんですけどやっぱり試験がもう1回あるで2回試験に合格すればなりますで弁護士は弁護士会への登録え必要です、まあ、特にね犯罪歴とかなければできますしまあ心配な方は個別にご相談くださいで裁判官検察官は公務員なので採用されることが必要ですでよく聞かれるんですけど じゃあ、公務員試験受けなきゃいけないんですか?。受ける必要はありません。なぜかというと、司法試験が。検察官、裁判官になるための公務員試験なんです。まあ、これは公務員の両に並みガイダンスで詳しくお話しますけど。もともと司法試験っていうのは。裁判官、検察官になるための。高等文官試験、司法科ってやつと。弁護士の試験が合体して戦後にできたんで。これ。えー、公務員試験兼ねてます。ただですね、採用されるためには。司法修習の間に。 これリクルート期間なので検察官裁判官に気に入られたり、その間の起案っていうテストでいい成績を取る必要はあります。で、今はそれは本題じゃないので次行きましょう。かっこ2司法試験の中身、今は7月になりました。4日間です、えー、水木土日の4日間で行われて、総試験時間は24時間近く大変過酷な試験です。あのある程度ね。体弱い人体力とかも、えー、温存していく必要があります。 で最終日曜日で担当式試験憲法、民法、刑法の多種択一式マークシートが行われます。で論文は憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法ここまでで7つよく受験会用語では7法と言います7法はあんまり一般用語じゃないんですけどこれは6法プラス行政法だと思ってください6法っていうのは行政法以外のそこの試験科目に。 書いてあったメジャーな法律6つなんですけどそれプラス行政法って法律が加わって7法これがとにもかくにも司法試験のベースになりますであと選択科目は下の米印にある労働法倒産法知的財産法租税法経済法環境法国際司法国際公法えこの中で1科目選択します。で 選択科目心配な方はこれ、まあ、個別の動画とか、まあ、個別相談とか来てほしいんですが、まあ、基本的には実務に役立つかという観点と試験対策しやすいかって観点もう一つは興味があるかこの3つの観点から選んでいったらいいでしょう。でカッコさんしかしながら今司法試験を受けるための資格が必要です。司法試験を受けるためにはロースクール法科大学院修士課程相当で所定の単位を取得するか予備試験に合格しなければならない。 でロースクールってのは基本的には大学院なんで大学卒業から行きますただ今は飛び級制度がありますので法学部3年生からロースクールに行くって道もありますか予備試験に合格して司法試験に行って司法修習2回試験って順番ですで結局のところ司法試験を受かるためには予備試験に受かるかロースクールに行かなきゃいけないで所定の単位を取らなきゃいけない じゃあ予備試験って何かというと予備試験に合格すれば司法試験を受験できますそして予備試験には受験資格がありませんあの小学生でも中学生でも受けられます実際高校生の合格者なんかはいますでロースクールに行く時間23年とお金学費を節約できるでねロースクール志望者もいると思いますで私はロースクールは無駄だとは思いませんでロースクールに行ったらいろんな経験はあるでしょうただ あの早く放送になるって観点からは予備試験の方が早いあとですねよく聞かれるんですよなんか海外に通用する弁護士になりたいから私はロースクール行きたいこの法務博士の学位が欲しいんだわかりますただねそれ弁護士になってから取ることができるんですよ海外のロースクールとかでなのでえそういった視点は考えないで早く放送になりたいなら予備試験あと法学部の方なんかは予備試験と法科大学院 両睨みするこれもよくあるので、えー、そっちの方向で目指していけばいいと思います。で以前よりは液化したんですがそれでもロースクールに入るよりは難しいです。でミニ司法試験のイメージです。というか予備試験に合格すると大体司法試験にも合格できます。それぐらい予備試験の方が難しくなってます。で7月が担当式試験。えー、これ憲法行政法民法商法民事訴訟法刑法刑事訴訟法で一般 一般教養科目、えー、これもありますで一般教養科目は公務員試験のみたいなものです。でその中身についてはそんなに説明しませんがえっ、ー、とですねこれ13ページ飛んでください。13ページはこれ国家総合職って公務員試験の話なんですけど中ほどの括弧に国家総合職の試験科目基礎能力試験ってあって 文章理解判断推理自然人文社会科学などでこれが公務員試験で出る一般教養なんですけど予備試験で出る一般教養は自然人文社会科学数学とか理科とか社会あと判断推理パズル問題みたいなものと文章理解で予備試験は、えー、英語の読解が出ますなのでまあ公務員試験と若干似ていると言っていいでしょう戻ります行ったり来たりり来しますが 1> 1ページ目ですで7月に担当試験終わると9月に論文式試験え憲法行政法民法商法民事訴訟法刑法刑事訴訟法選択科目民事実務刑事実務で民事実務刑事実務は基本的には法律科目の延長線上にあるのである程度対策必要なんですけどそんな特別な科目だと思わないでください7法をしっかりやればあとプラスアルファで勉強できますで1月に口述試験で民事実務刑事実務 これれれを全部突破すれば司法試験受けられるなかなか厳しい試験だし論文で受かっても更室で落ちちゃうと振り出しに戻るんですねなかなか大変ですで予備試験の合格率大体4%ぐらいだと思ってくださいでイメージとしてねこれも担当でだいたいざっくり言うと予備試験1万人ぐらい受けるんですたい20%ぐらい受かりますで2000人ですよね でこの2,000人の合格者が論文に進みますで2,000人のうち大体20%ぐらい受かりますで400人で口実はほとんど落ちませんまあ95%ぐらい受かるとすると380人ぐらい合格者 だから主に担当の20パーセ論文の20パーがメインで、えー、まあ0.2掛ける0.2で0.04、4パーセントがだいたい予備試験の合格率なんです。でここで多いか少ないかって議論、これねしても仕方ないと思うんですよ。で大事なのはここいいですか？担当の1万人というのは玉石混合できる人もできない人もいる。だからここの2割に入るのは実はですねそれほど難しくない。 特に担当ってね勉強すればするほど伸びるんですよ知識があれば解けますで言っちゃ悪いけど所詮マークシートなんですよで問題はこれ論文この2,000人は曲がりなりにも担当は一応受かったそれなりの精鋭です精鋭の中の2割に入るっていうのが厳しいんですよで400人ここに入れるかなんで実は予備試験は 論文がメインですというか司法試験もそうですこれは昔の司法試験旧司法試験の時代からそう論文がメインでも人って担当ばっかりやってばかやちゃうんですでこれご興味ある方はですね私のガイダンス7ページ目のレジュメに司法試験予備試験長期化する人短期合格する人っていうのがあってこれ YouTube とかでも上がってるんで興味あったら見てほしいんですけどざっくりとね人って担当ばっかりやる傾向があるなんでか 担当試験は打てば響くんです。勉強すれば伸びる。嬉しいじゃないですか。頑張った分だけ成果がある。で、論文っていうのはね、すごく伸び悩むんですよ。なんかスポーツとか、まあ楽器演奏とかにも似てるんだけど。全然ある日伸びない時期があって、ずっと伸びない時期があって、突然伸びる。みたいなので、結構論文やりたがらない。でも論文がメインっていうのはぜひ押さえておいてください。いいでしょうか。 じゃあ各国、えっと、ロースクールです法科大学院これ入学して所定の単位を取得すれば司法試験受験資格が得られます。で修士課程相当なんですが研究よりも高度な知法律の知識と使い方に重点が置かれます。で講義の中身はソクラテスメクソッえ教員と受講生の議論を通じてある設問をどのように法的に解決するかを考えていくということになります。 で、密集者コースは3年で法律学習したことがない人向けで、入試は小論文法律以外が多くて TOEFL や TOEIC のスコアが要求される場合もありますで、既習者コースは2年で法律学習者向けで入試は法律の論文試験が多くて TOEFL TOEIC のスコアが要求される場合もありますで、ロースクール行きたい人はこれね2年コースがおすすめですなんでか3年コースは例えば他の学部なんか行く人は他の学部に行って3年コース行く人います ただね、3年コースで合格率悪いんですよ、最終の司法試験の。だって3年コースって法学部卒で2年コース行った人に1年で追いつくコースなんでかなり厳しい。でそれだったら他の学部の人でもちゃんと自分である程度勉強して奇者コースに入った方がいいです。それにある程度法律勉強して絶対合わないんだったらロースクール行く前に進路変えるっていう手もあるじゃないですか。なので ローーーススクール行くんだったら2年コース、えー、これおすすすめになりますじゃあ今日はスケジューリングの方法なんで少しスケジューリングに近づいていきましょう。でじゃあ予備試験ロースクール入試、まあ、どっち目指すかによって学習時間若干違うんですけどここでは予備試験にしましょう。で法科大学院奇襲者コースは予備試験の勉強をしていれば大体受かります。ああとプラスアルファのまあ 傾向に合わせるとかね、そういう対策は必要だし、エントリーシートとか英語のスコーとか要求されることもあるんだけど、ベースは一緒です。はい、でね、ここで考えてほしいのは、じゃあ社会人でも学生でもいいんですけど、えー、月火、水木金ってありますよね。で、まず箇所分時間考えてみましょう。えー、この人は日どうもあるか。 1> 1日平均ですよあくまで平均なんだけど平日3時間勉強できる人ですだから月から水木金は3時間かける5勉強できるえ土日は10時間勉強できる人ですだからここ2つ合わせて10時間かける2合計で35時間この人は週勉強できます、まあ、これぐらいの時間で受かるかどうかっていうのはこれから考えていきましょう じゃあ35時間だと1年間何時間になりますかねこれ。大体1年で五52週なので、えー、355の552517521820ですかね。でこれ1年で1820なんですよ。で2年で3640時間。でこれね大体2年で合格できるギリギリラインです。 でよくものの資格の本、あのいろんな資格を集めた解説本には司法試験予備試験とか司法試験の最低勉強時間5000時間って書かれてる。だからこの3640に隙間時間とかいろんな時間を捻出したりして5000になる。イメージこれです。月から金まで平日3時間、土日10時間ずつ勉強してさらに時間を捻出してギリギリ2年で受かるかなそんなイメージです。ただもちろんね。 もう基礎学力がある人とかは話が違いますけど全くの初心者だったらこれぐらいは勉強しなきゃいけないそんなイメージですじゃあこれって多いのか少ないのか考えてみましょうえ司法試験の科目ってさっき言った7法使用7科目ありますけど憲法民法で民法だけめちゃくちゃ量が多いのでこれ2科目カウントしましょうで刑法とかいっぱいありますけど そうすると全部で8科3640を8で割るとまあ大体450時間ですねだから憲法450時間民法900時間刑法450時間、まあ、実際に1科目に避ける時間これぐらいなんです。じゃあ憲法450時間多いか。これね例えばレックの入門講座。 憲法これあくまで憲法の最初のインプットです。でそれを受けるだけでも実は14回かける3時間の講義があって入門を受けるだけで42時間なんですよ。でこれ講義聞くだけで42時間です憲法だけでね。で当然予習とか復習とかすると3倍ぐらい時間かかります。でそれプラス論文対策とか担当対策問題演習とかしていくとこれね かなり時間ないんですよ。だからここで考えていただきたいのは、平日三時間、土日十時間、これかなり勉強してるなって感じでも司法試験予備試験の世界ではギリギリ。ただ最低限これぐらいの勉強時間確保しないと合格は難しいです。一方で時間内って言っても三年コース、四年コースで考えればもちろん合格できる可能性はあります。なのでご自身これぐらいのまず時間捻出できるか。 考えてくださいいいでしょうかじゃあどうやって勉強するか基礎的な勉強法にいきましょう、えー、でですね私のおすすめはこうです例えばレックの入門講座を利用する独学でもいいですよ独学だったら本を読んでくださいでまずやるのが講義ですはい民法1回目なら民法1回目の講義を聞く 当然聞きますよねこれ3時間ですでその後ねやってほしいのは当然復習で講義の復習どうやるかまあいろんな人がいるんだけど私のクラスだとレジュメを使いますで自分で本で読学やってる人は本見てください、えー、例えばですねこれ刑事訴訟法ってレジュメですね今日あの裁判ガイダンスの後だったのでこういう話をして してますけどここに「交流」ってあって初めに「交流被疑者被告人を比較的長期間拘束する裁判および執行」いろいろ書いてます。で「講義でででやったことを思いいしながら読んでいきますで条文があるところは条文引いてください」で「判例がある時は判例をよく読んで理解する」で理想を言うと「教えることって最大の勉強」って聞いたことありますね。自分で 自分なりに誰かに抗議できるレベルまで持っていくとそれはかなり合格に近づいてます。まあそのレベルまでもなかなか持っていけないんだけど目指してください。自分でちゃんと全部説明できるようにすること。でね結局司法試験レベルの勉強をするっていうのは自分の中でね法律の体系を頭に入れてある程度形作れることなんです。私も今でもね民法の基本書架けっていう そのレベルまでできないけど大体民法の項目出しして何がどこに書いているかぐらいバーッと言えますで司法試験直前というのは重要論点だけでもそのレベルにならなきゃいけないなので大変だけど講義聞いた後にちゃんとレジュメとか見てある程度講義で言っていることを再現できるかっていうのはチェックしていってくださいでこれも結構大変ですただ身も負担もないことを言います最初の段階ではねあの5割6割で十分でそんなことできる あと連間構造っていって最後の方の知識を最初の方で使うことがあるだからしして全部勉強ななないいとと本当にに分かったことにならないでそれを何週って言い方しましたけど例えば刑事訴訟法の勉強を1回やるのが一種2回やって3回やって何度も塗り重ねるぐらい同じことを勉強しなきゃいけないんですよ。知識も定着しないし理解もできない。 でも何週できるかで予備試験司法試験の合格は決まってくると言われています。で復習した後これね論証っていうのがあるんですね。でこの論証を書けるようにしますで論章を使うか使わないかっていうのは司法試験業界でもずっと議論があります。 論章なんか使うべきじゃないんだっていう人もいます。ただ使使っててももわなくても受受かかる人は受かりますでね論証って何かというと論文のパーツなんですねあのちょっと話脱線します。ファミリーレストラン行って例えばハンバーグ頼んで1時間かかんないですよね。大抵10分15分で出てきますねもっと早かったら3分で出てくるかもしれない。あれは下ごしらえして焼くだけだから。で実は司法試験の論文も似ててはっきり言って論文の問題を一から考える時間なんてないんです。 だから論文のパーツをある程度用意していってそれを組み立てていくでもちろん現場で考えなきゃいけないことも2割ぐらいあるのでそれは現場で考える用意できるところは用意しておくために論章ってのを書けるようにしておくことが必要です例えば講義のレジュメだったら私だったらこういうふうにまとめられてます準行反対の要件でこれ一言一句同じことを書ける必要は全くないんだけど 似たようなことを自分の言葉で書ける必要があるんですね。でこれをぜひ最初の段階からやってくださいもちろん講義の回数によっては論証がない場合もありますけど本当に大事な論証がある場合は書けるようにする。でここが一番大変ですというかですね司法試験は論文の勉強が一番大変でその中で何が大変かというとこの論証。 結構な数あるんですよ A ランクって一番重要なものだけで1科目個個も200個もあある場合がありますでもこれ書けないようにすると始まりませんので始まらないのでぜひ頑張ってこの段階から書けるようにしてください。でそれ終わったらできれば担当の問題を解くなんでこの段階で解くかっていうとやっぱり。 講義やって復習やった後にすぐその分野の担当を解くと知識が定着しますプラスねあの今の司法試験っていうのは実務化登用試験なんでたくさんの事例に触れた方が力つくんですけどやっぱりこの講義だったら事例が不十分なんで担当は事例に触れるという意味もあります。 ただね担当は特に最初の段階ではあの分野別問題集って書いてください年度別じゃないってこと平成26年27年じゃなくて、えー、民法の例えば最初は人ってところから始まるんだけど分野別になってるものを選んでくださいで民法1回目のようなのをやったら分野別に解くそれがいいですあと担当最初の段階ははっきり言いましょう解けませんそれなりに難しいからえじゃあなんで解かせるのかっていうと違うんですよ問題読んで回答読んで分かれば十分 それくらいい難しいんですだから全然最初解けなくていいです問題を読んで解答を読んで分かればいいそのレベルでいいですで次論文でこの段階で論文を解くかは人によります私はね解かなくていいと思っている何でかというと論文っていうのはね民法を1回目やっただけで解けないでいろんな分野が融合しているからで論文を解かなくていいですただ中には論文の問題を見た方がイメージが湧くって人いますあの 問題から入る人っているじゃないですか勉強方法で,でそういったタイプの人は問題眺めてもいいと思いますだからこの論文は人によるってことですはいじゃあここまでいったら次民法2回目の講義を聞いてくださいで復習論証を書けるようにする担当でこれ次いったら民法3回目でねひたすらこれを繰り返す講義をペースメーカーにして繰り返すとかなりの力がつきます でこれ最後まで行ったら次の科目に行くんですけど次ね例えば次憲法だったらこのサイクルを繰り返す。でこのサイクルを繰り返すだけで精一杯だったらこれを繰り返すだけでいいですただ余裕があれば私2科目方式って言ってるんですよ。 憲法を走らせているときに民法の復習までできればさらにでこれ民法をもう一回走らせますで民法抗議聞く必要はありませんあのわかんないことがあったら抗議もう一回聞いてもいいんだけども抗議もう一回聞くのは大変なんで復習論証担当サイクルを憲法のときに民法も同時に走らせるとこれ一度に二科目できます。 でこのように2科目セットで新規科目の憲法は講義復習論証担当のサイクル繰り返すで純粋に復習の民法は講義聞くを飛ばして復習論証担当のサイクルを繰り返す,、えー、ををり返すこれやっておくと1年終わる頃には7科目2回回せるんですよ。でここまでやると実は1年合格の目も出てきます。 でレックの、えー、カリキュラムは原則2年コースです。先ほど申し上げた通り平日3時間土日10時間でも2年間かかるからで他の予備校さんも大体そうです基本は2年コースですただ2年コースでもあわよくは1年で受かる人もいますしできればねあの2年コースの人でも1年目で担当予備試験の担当を受けてほしいんですよそれぐらいの勢いないと受からないですあれですよオリンピックで金メダル目指す銀メダルとる人って最初から銀メダル目指してないのと一緒。 金メダルを目指しているんで最初からもう頂点を目指していってくださいなので余裕があればこの2科目セットサイクルを1年目やっていただきたいでこれで1年間やって2周できます全科目で次に予備の担当に突入するのと同時に2年目講座に行くっていうのがおすすめの学習法です でこもし独学でやる人は、えー、この講義を自分の基本書とか読む時間に置き換えていただければ、えー、応用できます。ここまででよろしいでしいょうかじゃあね、えー、レック1年目とか2年目って話ができてましたけど、えー、ちょっとレックは3ステップ学習法ってあるんですけどステップ1これが1年目で入門基礎も固め。 中心となるのがこの入門講座ってやつですこれは107回321時間のボリューミーな講座なんですがこれでもねかなりコンパクトにしてある基本7法の基本をしっかりやっていくこれが中心です。でこの入門講座を角にさっき言った復習論証担当を組み合わせていただくとかなり力がつくこの段階ですごい力をつけてください。 で90%と書いてますけど私の講義では95%ぐらいのレベルで、えー、知識を学びます何でかというとこれね特に法律とかいろんな分野もそうだと思うんだけど最初から優しいことばっかりやってると力つかないんですねむしろ最初からある程度難しいことまで含めない含めた方が分かりやすいことってあるんですよ実は省略しないからなので95%ぐらいカバーできますでその下の論文基礎力要請答弁これは 論文やっぱり大事なんで、えー、書き方をですねちょっとやります。ただこれ一年目なんで本当に触り程度です。ただただ論文書く力って本当大事なんで、一年目でもガンガンできる人はやってってください。で、この段階でしっかり復習とか担当問題解いていると、一、えー、年目終了した段階で予備試験の担当を受かる可能性があります。で、予備の担当まぐれでも受かってしまったら。 残りの2か月で論文の勉強を徹底的にすれば受かる人って結構いるんですよやっぱ気合が違うからでもちろん受からなくてもとにかく2年目講座で合格答案作成講座っていうのがありますでこれ論文の講座ではっきり言ってね中心講座ですこれ入門も大事なんですけどこの論文の書き方とか実際に問題演習っていうのがすごい大事なんでこれ大事にしてくださいあと実際に自分で解いて添削を受けるハイレベル論文とこれも大事です やっぱり答案っていうのは合格者に見てもらうことが大事。何が悪かったのかを確認して、えー、自分の答案ね。次良くしようって改善していくことが大事です。あと、選択科目の講座や法律実務講座科目の講座があって、担当の講座もあります。ただ、これはあのもう1年目で合格もあわよくば目指す人だったら、担当合格講座を待たずに自分で練習していってもいいです。まあ、そういったことになっています。 このようにレックの講座は基本的に2円講座です。じゃあスケジューリングの仕方です。でね、大学生の方におすすめなのはこの大学生スケジューリング参考資料えこちらご覧ください。でね、時間割っていうのができると思うんです。もちろん学部にもよるんですけど、大学っていうのは高校までと違って選択科目が多くなります。なので私がおすすめしているのは、まずね、大学の時間割決めてください。 あの,レックの講義とか生講講義義で受けたいい方はそここ外してくださいねねの時間割決めますよ、ねまあ、講義に出るか出ないかはちょっと置いておきましょう。でこの時間割表の5弦までいったら、まあ、大学によって6弦7弦あるかもしれないけどその下も表を伸ばして土日も作るんですね。で大学生の方はこの大学の時間割に自分の法律の勉強時間を入れ込むと結構、えー、分かりやすくなります。 例えばレッ,クレックはまさに6限みたいな時間帯で月金あるのでここにレックって入れるえ私の講座は月金基本なんでここにレックレックって入れるわけですこれ講義ですじゃあこの講義の復習時間を入れましょうで復習はねこれ90分単位だったらレックの講義え180分なんで大学の講義って分なんで大学の講義って 普通90分ですね90分だったら2コマ分必要ですだからここのレックの復習をここでする復習で大体いいね復習と論証覚えと担当までやるんだったら23倍必要なのでもう1個ぐらい入れてやるな何でもいいですよここでこのレックもあるから復習用時間この辺に入れてやる まあ頑張る人だったらこんな感じね復習でこんな感じで入れ込んでやってまずやってみるんですよ。民法1回目ので時間が足りなかったら駒を追加するそういった感じでスケジューリングをしていくと比較的うまくいきます。であとですね まあ急に予定が入るとか友達に誘われたとかいろいろあるかもしれませんサークルの予定なんかもあるかもしれませんサークルとか部活は当然入れ込んでくださいで例えばここ復習したかったんだけどちょっと友達に誘われてどっか行っちゃったって場合は予備の日をたくさん設けておく例えば日曜日はもう予備にしておくとここに入れ込むことができるのでこんな予備日みたいなのを作っておくんですねこのように大学生の方はぜひ時間割表を延長して の、えー、の講座と復習の時間を入れ込むこれめちゃくちゃおすすめです。で念のために例えばねこの木,、えー、木曜日に予備とか作っておくとさらにスケジュールが調整しやすくなります。えー、ぜひねこんな感じでスケジューリングを立てていってください。で別途スケジューリングガイダンスっていうのもあるんですがえっ、ー、とですねちょっと見てください。 こちらのレジジ目ののでですすね、ね。10ページ目です、ねえー、このスケジューリングガイダンスっていうのもあるんですけど、えー、ここの10ページ目の真ん中やた3スケジューリングの方法、えー、大中小の3段階の計画を立てる年間計画が大中が集大の計画小が1日に何をやるかの計画なんですけど過去に中小計画はさ全て最初に立てない。 中計画は3ヶ月ぐらい最初に設定そして3ヶ月が経過したツッ立てていく小計画は1週間単位で立てるってあるんですが大学生の方はこの大中小にこだわらなくて時間割でいった方がいいです時間割メインに組み立ててってくださいただ言えるのは全て最初に立てない計画って流動的なんでざっくりとレックの講座に合わせて復習するって計画立てたらあとは12週間単位で こんな感じでで計画立てていって、ていいっその都度修正してた方がいいですあの。結構変わりますしやっぱ司法試験長丁場で途中で挫折しそうな人っています心折れそうな人でそれもね回復してきたら2週間分遅れちゃうそれも、えー、挽回できるようなスケジューリング立てなきゃいけないのでこれねぜひ2週間ごとぐらいに立ててくださいあとせっかく開いたのでレジュメ11ページ 小計画これがメインのスケジュールで学生の方はこれ大学生の時間割のスケジュールになります小計画で一日に何をやるのかを具体的に書く、まあ、こんな感じですね火曜曜日日は復復習習だだ月のの講義の復習だって書くで時間単位のスケジュールでもいいからで大学生の方は時間割に合わせるんで時間単位のスケジュールになっちゃいますけどあの時間に余裕ある方は内容単位のスケジュールでもいいです内容単位のスケジュールって何かっていうと今日は民法の「 基本書の10ページから50ページまで読むのかそういうふうに決める。で、その代わりに無茶をしない。なぜかというと、あの司法試験や予備試験の人って受ける人ってね、真面目なんですよ。いやいや、私真面目じゃありませんって謙遜してもこれ受けるぐらいですから、すごい真面目なんですよ。で、その人たちがやっちゃうのが計画を無茶しすぎ。例えば3時間しか時間がないのに絶対終わらない量の計画を立てるって人いるんですよ。な、内容単位のスケジュール立てるならそれやめたほうがいい。 3時間しか時間がないんだったら絶対終わるようなスケジュールを立てる無茶をしないただし絶対終わるようなスケジュール立てたんだったら終わらなかったら終わるまでやる逆に早く終わったらおしまいやってもいいけどであと予備日を作る予備日は計画が破綻しそうな時の予備で計画がスムーズにいっていれば予果として活用してよいで、えー、大学生の方もねスケジューリングで時間割り作ったとしても予備日予備時間つけてください であと予備日は理解しにくい論点をとことん考えることにも使えるあの司法試験って考えなきゃ理解できないところって結構あって3時間考えてようやくわかるとかあるんですよなので予備日をたくさん作っておいた方が理解しにくい論点考えられますあと予備日を2回使っても計画を修正できる見込みがない場合は勉強計画の不当たりで挟んですあ、これぎ手形法ってやるんですけど手形2回払えなかったらダメなんですね それと一緒で、これもリスケジューリングしてください。あのスケジュールパッと変えた方がいいです。であとペースメーカーの重要性。で司法試験は量が膨大なんでペースメーカーを作ります。例えば講義が一番いいんです。レックの月金の講義に合わせて復習をしておこう。で自分でやるならテキスト〇〇ページの区切りとか担当式試験の問題順も論文の問題2題などです。でこれはねあのスケジューリング方法。 他に気になったらそのガイダンスの動画見てくださいで大学生の話に戻りますで、大学生の方はこうやって時間割表も確定してスケジュール立てたじゃあこの通りやっていけばいいんですけどここでね問題が出てきます特に法学部の方憲法とか法学入門とかありますよね法学部の方大学の講義に出るか問題というのもですね 法学部は一般的に出席を取らないい場合が多いです専門科目の場合。なぜかというとまあ私も法学部だったんですけどなななんんかね <laughs> 過程じゃないですよ結果なんですすよよ結果要するに授業でなくても最後の試験で憲法分かっていれば単位出るし分かっていなければ全部授業出て態度が真面目だったらしてもダメだみたいな思想があるんでしょうね。でまあそれは置いといて大学の講義ね役に立たないわけじゃないです先生によります。 先生によりますけど役に立たないわけじゃないので真面目に出るのもありあるいは出ないけどその先生のテキストを買って、えー、それを理解するのもありそのあたりは本当にその先生によるので、えー、ぜひ見極めてくださいただ憲法なら憲法で一般的な憲法の内容をやっている限り役に立たなくはないですただ視点がちょっと違う予備校の講義は本当に司法試験に受かるための憲法で えー、大学の憲法は学問的な憲法で若干視点が違いますでね私が一番のおすすめはこれね大学の憲法に出るんですよでその時にね横にね、まあ、見つかったら怒られるかもしれないけどレックの憲法のレジュメを持っていくんですよでその憲法のレジュメと今の大学の先生のやってることを対比しながらレックのレジュメを深めていくこれ結構ねできるんだったらいいですレレックのレジュメであここは 今の先生もやってるなって言ったら復習になるし全然違うこと言ってるんだったらあこれはアカデミックな議論だから司法試験にあんまり関係ないけど、えー、メモしておいてテスト対策に使おうとかね、えー、そういったことができますので実はですね大学の講義は法学部の方ねレックの講義と並行してやるとこれ大学の単位も取れるしいい点数取れるしさらに司法、えー、試験予備試験の対策にもなるということでこれ結構いいです。あと中には 放送コースといってあの法科大学院の飛び級を狙っている人いると思います。その場合はですね学部の試験容易に越したことはない。でその場合は学部のテストをね真面目にやる。学部の講義真面目に出るのも大事なんだけど実は予備校も利用しちゃって両方高めていくって方が逆にいい点数を取れたりします。あの憲法も民法もいわゆる法律の基本科目って実はですね。 やる取り上げる題材って決まってるんですよ。もう学問がある,ある程度完成させるので。なので、えー、大学でテストで出るところと予備試験で出るところ同じだったりすることもあるので、えー、ぜひね両方やってってください。でスケジューリングこれ個別要素強いです。えー、気になったことがあればですね、えー、ぜひ講師にご相談ください。でレック全国にありますので、まあ、いろんな校舎お近くの校舎にですね気になった点はぜひお問い合わせください。 それでは本日は大学から放送を目指す学習スケジュールでしたお疲れ様でした。